さあいよいよ終わりが近づいてまいりました。マーチ実況続きからやっていきたいと思います。篠田まさし、君に決めた。もうまさしも終わると思うよな。なんか今回で終わりそう。ではまず聞く、視聴会の本部はどこだ。ではまず聞く、視聴会は今何人いる。ここで終わったのか。何人、あ、日曜日か。日曜日は今何人いる。こっちかな。日曜日は大きく会いだ。それは企業秘密だわ。じゃあ本部がどっかも企業秘密なんだろうな。物分かりのいい子は好きよ。まあいい、俺はその場所を知っている。では次の質問だ。どうぞ。さっき俺は土曜日に会った。やつはいつ日曜日になる。彼って少し怠慢なのよ。では水曜日はいつ日曜日になる。月曜日は、火曜日は、木曜日は。うるさいわね。いつかはなるわよ。いつかはなる。そうさ、いつかはなる。ところがここに矛盾が起きる。まさしはボードを叩いた。俺は金曜日だった。リーダーは日曜日の君だ。他に月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、土曜日がいた。おかしくないか？ないわ。どこに文句があるっていうの？さっきのピラミッドの図で言うとどこだ？すべての七曜のうち、金曜日だけは日曜日になって、日曜日が紫になるところがあるのか？何言ってるかわかんないわ。これからもっとわからなくなる。まさしは相手を睨みつけた。それとも俺の頭が悪いせいか。組織の単位は777だ。曜日なら七曜日、二郎なら七色、天使なら七天使、七つの、単位で昇格しなければおかしい。七めんどくさい考え方ね。ところが君は俺を支配していた。あなただって七人の新人を支配したわ。俺の場合は共感付きだ。おかげで誰かさんを好きになれたんじゃない。話をそっちへそらさないでくれ。は怒った怒った。一人が七人の子を作り有する。これが七曜会の基本のはずだ。一人の下に二代目が二、七人。ところが俺の上司は日曜日だった。月曜日も火曜日も水曜日も木曜日も土曜日も、みんな上司は日曜日だった。まさしはボードを叩いた。システム的にこれはおかしい。俺たち七人は同格のはずだ。君を含めて上司は格上の誰かであるべきだ。変則的に指導しただけよ。上から私が任されただけ。日曜日は強弁した。では俺が扱った七人の新人ではどうなる。津川夫人、青井紀夫、川添健一、内藤淳、星名星子、ワニ次郎、白峰忠道。やつらいつ入会して、いつ七曜会に、七曜日になる。あなたは知らないだけよ。入会式ならもう終わっているわ。だとしたらその入会式の出席者は誰だ。俺の場合は俺以外の同格の曜日が全員出席していた。あれと同じことをやったのか。日曜日役は誰がやった。金曜日役は誰で、水曜日役は誰だった。日曜日はかすかに会えている。それぞれの曜日に共感はつくのか。ターゲットのネタは誰が与えた。死人が一斉に今ゆすり始めているのか。俺たちのグループはどうだ。水曜日や火曜日、木曜日、月曜日、土曜日、みんな7人ずつの子を作ったのか。私、ややこしい話は嫌いなの。逃げた。日曜日はバーカウンターに行くとボトルとグラスを取り出した。あなたの話はややこしすぎるわ。日曜日、ややこしくない。それに俺は日曜日ではない。日曜日は黙って水割りを作った。いや、どう考えても多かったよ今。お酒の量ねえ。日曜日、そんな話より二人で飲まない。甘いささやきだ。カウンターにグラスが置かれる。まさしはカウンターを回り込むようにして日曜日に近づいた。視聴会なんてどこにもないんだ。あら日曜日、さっきは本部を知ってるって。知ってるさ。俺は視聴会本部がどこにあるか知ってると言っただけだ。聞きたいわね。日曜日はゆっくりとまさしを見た。それはどこ？教えてやろう。まさしはまっすぐ指さした。ここだ。指は日曜日のおでこを示した。やがて日曜日はその手をそっと避けて囁いた。どういうこと？日曜日。そういうことさ。視聴会の美しきピラミッドは君の美しいおつむの中にだけある。面白い話だわ。もっと面白い話をしようか。まさしは何かを取り出した。これ大事？競馬新聞。
それは競馬新聞だった。今日の第3レースは1枠はロードランナーが来た。第7レースはナイルリバー、第8レースはグリーンヒル。それが何？マサシは右手を掲げた。ここは混沌の大地、7つの道が走り、7つの川が流れる、7つの丘、7つの柱の神殿はここにそびえたり。あら、よく覚えていたじゃない。道はロード、川はリバー、丘はヒル。知らなかったよ、競馬で八百長までやっていたとはね。八百長、真剣勝負と見せかけ、実は前もって約束しておいた結末に持っていくこと。八百長、八百屋長兵衛という人の名前によると言われている。そうなんや。八百屋長兵衛、一体何をしたんや。日曜日の顔色がかすかには変わったように見えた。メインレースは5枠にサンクチュアリ、つまり神殿だ。これに300万ほどつぎ込ませてもらったよ。そのお金はどっから出たの？サラ金。バカね、なんておバカさんなの。そんなの全然見当違いよ。お金をドブへ捨てるようなものだわ。わかってるよ。マサシは300万円分の外れ馬券を取り出して破り捨てた。ま、話が読めてこないよな。とんでもない財産を残しちゃったわね。ああ、なんだこれ、バッテンド？借金。マサシの顔が青ざめた。ねえ、話によってはそのお金私が立て替えてあげてもいいわよ。うへえ、お願いしますだお代官様。マサシは日曜日の足元にひれ伏した。その後、マサシは日曜日の称号を剥奪され、馬車馬のように働かされた。けれど、それなりに幸せだったらしい。馬車馬、馬車を引く馬は気が散らないよう、両側は見えないように、目の脇を、覆われる。ここから他のことは考えずに、がむしゃらにことを行う例えのこととして使われてきたが、最近は非人道的、非人間的に働かされることを指す場合が増えてきた。そうだね。シュー。やっぱり大事なのか、あの選択肢。じゃあ新約聖書かな、やっぱり。使徒会の秘密を暴くはずが、日曜日のしもべになる羽目になってしまった。一体どこで間違ってしまったんだろう。そのきっかけになった分岐さえ選び直せば、マサシの運命も変わるはずだ。まあ、うん、ヒントも何も。さすがに今回は自覚あるわ。いやー、でも結構バッドエンドも回収してるぜ。45個もバッドエンド見てんで。ここ花束ではないわな。ってなったらやっぱ聖書か。それは新約聖書。新約聖書、イエス・キリスト死後、弟子たちがイエスの原稿を叙述した福音書や書簡で構成された書物。旧約聖書は、ユダヤ教徒、イスラム教徒にとっても聖典だが、こちらはキリスト教徒にとってのみの聖典である。ここは混沌の大地、7つの道が走り、7つの川が流れる、7つの丘、7つの柱の神殿はここにそびえたり。あら、よく覚えてるじゃない。おかしいとは思わないか。あら、何が？これはどこを表している？あは？日曜日怪しく笑った。単なる儀式の言葉じゃない？違う、言葉には全部意味があるんだ。マサシは聖書を広げた。ルカの福音書にはこんな言葉がある。ルカの福音書、新約聖書にある福音書の一つ。福音書とはイエス・キリストの生涯、教訓を記録したものを言う。パウロの道老者と呼ばれるルカによって書かれたものと推測されるが、真偽は定まっていない。あれやで叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その歩む道をまっすぐにせよ。すべての谷は埋められ、すべての山や丘は低くされ、曲がりくねった道はまっすぐに、でこぼこ道は平らにされ、人は皆神の救いを見るであろう。はてなはてな。それが何？思い出したのさ。昔渋谷はひなびた山村山村だった。谷が埋められ、丘が削られ、道が引かれて、1885年渋谷駅の誕生とともに渋谷の発展は始まったんだ。詳しいわね。川沿いに教わったの？マサシは答えず先を続けた。今渋谷駅へ通じる主要な道路は何本だと思う？日曜日の表情が止まった。7本だ。マサシは懐から地図を出し、右の壁に貼り付けた。なんか急にコナン君みたいな、めちゃめちゃ頭いいキャラになってるよ君。合ってないよキャラと。逆らったことしないのよ。いろいろ考えてやっとわかった。あの言葉が指し示しているものは渋谷だったんだ。マサシは日曜日を振り返った。まず7つの道、公園通り、東急本店通り、
道玄坂、玉川通り、宮益坂、六本木通り、明治通り、ちょうど7本。あら、面白い。かすかに表情が引きつっている。偶然とは恐ろしいものね。だったら川は？丘は？渋谷の川なら渋谷川がある。それで1本、残り6本は？ない。なんだ、もう手詰まり？日曜日は小馬鹿にしたように笑った。川はない。だが別の川があった。7つの川は川じゃないんだ。川じゃなければ何だっていうの？渋谷川の他に7本の流れるものだから何よ。都心に流れる現代の川、 JR 山手線、 JR 埼京線、永団地下鉄、銀座線、永団地下鉄、半蔵門線、東急東横線、東急新玉川線、京都渋谷線、京都電鉄は東京から戸塚まで走る本線のほか、渋谷から読めないもつや？違うな、多分。誰か教えて。線もあり、そっちのこと。近々新車両ゆりかごが登場するとかで、その乗り心地の良さが話題を巻いている。はっ、鉄道が川だっていうの？別におかしくはない。回って流れて下って巡る。苦しいけど負けとくわ。だったら丘？7つの丘？最初はビルかと思った。だがビルなら7つどころじゃないし、ビルを丘とは言いにくい。だから丘はビルじゃない。こじつけもとうとう限界ねえよね。こじつけてるのはこんな呪文を作ったそっちだ。だったら7つの丘はどこ？渋谷はもともと谷に発生した村だ。その証拠に坂を下ると渋谷駅に着く。だから丘はこの地図の中にあった。山手線と玉川通りに挟まれた A ブロック、玉川通りと京都渋谷線の間の B ブロック、京都渋谷線から東急本店通りの C ブロック、本店通りから公園通りの D ブロック、山手線から宮益坂の E ブロック、宮益坂から六本木通りの F ブロック、六本木通りから山手線の G ブロック。 A ブロックが桜丘町、 B ブロックが道玄坂1丁目、 C ブロックが道玄坂2丁目、 D ブロックが宇田川町、 E ブロックが渋谷1丁目、 F ブロックが渋谷2丁目、 G ブロックが渋谷3丁目。まさしは一つ一つ指し示していく。道と川に囲まれた行政単位、それが7つの丘だった。日曜日はまさしの腕を取った。ねえ、そんな話より。濡れた瞳ですくい上げるように見つめる。飲まない？せっかく二人きりなんだから。甘い吐息が耳たぶにかかる。と、ダメだよ、ペース飲まれたら。飲んで。ハスキーなささやきがまさしの五感をくすぐる。ハスキー、少しかすれた低めの声のことをハスキーボイスと呼ぶ。男女ともにこの声は色っぽくかっこよい声とされるが、行き過ぎるとダミ声というか、ガマガエルが風邪をひいたような声になる。ガマガエル風邪ひかないやろ。こうなると浪曲家か、魚屋にならない限り評価は受けない。どんな声よ。長州力の悪口やめろ。とねえ、乾杯。日曜日は悪くし、甘くしっかりと身を寄せてくる。これでは上下関係が戻ってしまう。まだ7つの柱を説明しない。まさしは日曜日を突き飛ばすようにしていった。そう。日曜日は冷たくグラスを置いた。したければ勝手にしてみたら？ 7 つの柱。何だったの？これだけはいくら考えてもわからなかった。ははっ、バカね。日曜日はグラスを取って目の高さに上げた。やっぱりあなた、可愛いわ。日曜日はそれを一気に飲み干した。ねえ、やっぱりもうこんなことやめて、二人で楽しい夜を過ごしましょう。もうアルコールが回ったのが目の縁を、ピンク色に染めている。七つの柱は柱じゃなかった。あら、何だったの？日曜日はまさしの手を取る。柱は人間だったんだ。ふん、いいわ、もうそんな話。人柱というくらいだ。人柱、城を建てたり堤防を作ったりなどの難工事の時、人の神の心を和らげ、完成を期するために生きた人を土中水中に埋めること。ちなみに神を数える時の単位も柱で一中二中と数える。ああ、確かにね。七つの柱は7人の人間、つまり7人ずつの1チームの市長会のことだったんだね。ったら七つの柱の神殿はここにそびえたり。私は人差し指を日曜日のおでこに当てた。こことはここ。すべての計画はまだ完全には実行段階に至ってない。市長会の初代はあなた一人だったんだ。
日曜日は肩をすくめると面倒くさくなったように拍手をした。初代のあんたが日曜日、その下に月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、土曜日の5人、それへ加えて金曜日の俺、日曜日の下の6曜日が市長会の組織の実態だったんだ。それにあん、いやん、くっち、くっち、うふ、日曜日はそっと離れた。こんなキスは初めてだ。感動のすべてが唇と舌に集中している。全身が唇からとろけていく。大人の接吻、もういいって言ってるでしょ。ささやき声までが甘い。はい。まさしは教え子のように従順になった。あなたはよく考えた。いい子ちゃんで、ね、推理もピカイチよ。でも肝心のことが抜け落ちてるわ。動機。そう。あら、わかっていたの？わかってたけどわからない。動機は抜けてることはわかるけど、それが何だかはわからないんだ。ふふ。聞きたい。教えてくれ。日曜日はまさしの顎を撫でた。可愛いのね。一杯飲んだら教えてあげる。プフ、飲んだ。まあ、素敵。もう一杯作ってあげるわね。市長会を作った理由は何だ？復讐。復讐？誰に？世の中に。なんて言えばかっこいいけど、平凡だわ。フライングはなしで頼む。フライングスタートの略。陸上競技や競泳などでスターターの合図の前に、スタートをすること。そこから先走ることにも使う。うふ、もう一杯どう？飲んだ。さすがね、若さはいいわ。素敵よ、まさし。日曜日は初めて本名で呼んだ。まさしはまた唇が迫ってくると思って待ったが、何も来なかった。答えるわ。市長会は自分のためよ。カニに目がくらんだのか。はっ、たかが5億や6億のはした金。はした金だと？1億ちょうだい。1億で1000万でいいや、1000万で。あら、知らなかった？小銭のことをはした金って言うのよ。5億や6億が、はした金だって言うのか？なんか、500万でいい、500万で。夢はもっと大きいのよ。奥よりでかい夢ってなんだ？私は。人を手に入れたいの。人？人。何人、何十人、何百人、何千もの人。何万、何十万、何百万、何千万、何億もの人、何十億もの人。待てよ、それじゃあ地球の総人口になっちまう。それで正解。お、なんだ、地球を征服したいの？宇宙人？日曜日は、アデゼン？と笑った。え？私ね、何十億の人間を手に入れたいの。言ってることがわからない。ふ坊や、あなたのわからないことは天文学的にあるわ。日曜日はまさしに水割りを作った。もっと飲んで。飲んだ。なんかロマサガのクイーンを思い出すな。ではクイズをしましょう。なんか支配下に置きたいのかな。1、世の中で一番広いところはどこ？いや、どっちかっていうとロックブーケか。え？2、世の中で一番大きなところはどこ？3、世の中で一番数多くのものを入れられるところはどこ？ちょっと待ってくれ。世の中で一番かけがえないところはどこ？世の中で一番奥深いところはどこ？世の中で一番無限なところはどこ？世の中で一番永遠の宇宙はどこ？地球？答えはみんな同じ。ここよ。脳みそ？日曜日は指ピストルでまさしの脳天を指し示した。頭脳、ブレイン、人間の脳みそ。ああ、なんかチーンってしちゃった。ここに宇宙があるわ。宇宙。そう、脳みその中は未知の宇宙。小さいけど大きく、狭いけど広く、いくらでも物が入り、かけがえがなく、深く、無限大で永遠の宇宙だわ。まあ、まとえてるっちゃえてるな。キラキラとその目が輝いた。人は宇宙を持っているのよ。言ってることはわかる気がする。だから私は人を集め、人を支配するの。だが市長会は失敗だ。バカね、すべてはこれからよ。私の計画はとてもうまくいっているわ。市長会の実態はもうバレたのにか？はは。日曜日は身をのけずらせて笑った。自信に満ちたゆとりのある笑いだ。ねえ、まさし、本当に私が失敗したように見える？よく、わからない。ゆったりと酔いが回ってくる。組織はまだほんの揺らん期。いろんな曲折はあるけど、確実に完全完成形へ向かっているわ。落ち着いた口調にはリアリティがある。
お金も脅迫も市長会の組織も人を支配するワンステップでしかないの。なんだって？知ってる？人を支配するには7つの柱がいるって。7つの柱？聞いたことのある言葉だ。まず初歩的な3本柱、金、情報、組織、これが七妖怪。へえ、じゃああとの4つは？あとは中級の2本柱、規律と妄想。いびつだな。愛とか理想は入らないのか？支配に必要な方向性は恐怖だけよ。あとの2本は？暴力と宗教。わかったぞ。それで白峰組を狙ったのか。まあね。日曜日は含み笑いをした。牛尾がいるんだよな。宗教はもう手に入れてあるわ。実験的に渋谷で布教させてる。キャベツ教も支配下なの？え、まさかその宗教って。キャベツ教。なんでこいつが出てくんだよ。お前新入りやろ。トップを置いてトップ。キャベツ教の戦略はこうだ。ダイエット効果を餌に若い女性を勧誘する。次にタフ多彩は愛の究極の姿と洗脳し、低層観念を麻痺させる。若い男に近づき、色仕掛けで侵入心させる。若い男には賃金なしで労働をさせる。その中には盗聴行為も含まれ、脅迫ネタを探してくる七妖怪に伝える。はあ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 。そういうあれがあったのか。キャベツ教。日曜日は笑った。どう？案外盲点だったでしょ？キャベツ教。バカバカしいって顔してるわね。当たり前だ。あんなのどこが宗教なんだ。ただのイカれたおかしな集団じゃないか。宗教はもともとおかしなものだわ。子供騙しに人が引っかかるものか。あら、知らないの？人はおかしなものにほど惹かれ、狂信的、盲信的であるほど安堵するものなの。どんな宗教だって最初はバカにされるわ。必要なのは数と組織かよ。日曜日の目は異様な輝きを帯びてくる。ふ今にキャベツ教は日本を制覇する日が来るわ。やだなその日本。けどそれがなぜ渋谷なんだ。渋谷は若者の流行拠点だから。ここで流行ったものは必ず日本中に広がるから。そうなん。バカ言え。あんなものが流行るものか。若者はどんどん賢くなっている。ふダメならダメでも構わないじゃない。日曜日はそっと寄り添ってくる。キャベツ教がダメならまた次を試せばいい。何かにすがりたがる弱い人間はいくらでもいるわ。人参教、セロリ教。ふざけるな。ふざけてなんかいないわ。極めて真面目よ。なんなら教祖にしてあげましょうか。お断りだね。冗談じゃない。教祖は水曜日でもいいのよ。考えんな。ほらね、顔色が変わった。変わんな。ちょろすぎる。日曜日だったら考え直してもいいと思ってる。日曜日は嬉しそうに笑った。人間なんてその程度のものよ。おい、人間をおもちゃにするな。するわ。言ったでしょ、人間をおもちゃにして支配するんだって。なんかすごい深い闇ありそうだな、この人。宗教が当たれば次は暴力、白峰組を手に入れるわ。その2つが合体した時、最高最強の宗教軍団ができる。宗教軍団？そう、現代の十字軍を作るのよ。日曜日、君はクレイジーだ。白峰の名前には価値があるわ。そんなにヤクザの看板が欲しいのか。だったら白峰の娼婦になればいいだろう。バカね、私が欲しいのは看板なんかじゃないの。白峰という名前が欲しいのよ。何のことだ。わからない？喫茶店の名前にでもするのか。無知だ。白峰神宮も知らないの？明治神宮なら知ってるけど。全然違うわ。そんな神社どこにあるんだ。神社じゃなくて神宮よ。京都にひっそりと祀られているわ。京都？ええ、これなんて呼ぶの？ストックイン。第75代天皇、崇徳天皇のこと。名は明人。鳥羽天皇の第一王子。母は中宮藤原祥子。父上皇により、父上皇？わかんないや。近衛天皇への、上位を強いられ退位。保元の乱を起こしたが、ごめんね、学が全くないんだ俺。敗れて讃岐国香川県に配流。同地で崩御した。難しいのやめて。もうバグる脳が。ストックイン？坊やは何も知らないのね。すいません。これでも日本最大高位の怨霊なのよ。そんな急にオカルティックな。平安の頃、ストック上皇は後白河天皇。ああもう長い、頭が
第77代天皇、名は正人。鳥羽天皇の第四皇子、母は、なんとかかんとか将校。二条天皇に上位し、以後天皇五代34年にわたって院政を敷く。在位中に、保元の乱があり、合ってるこれ。違うよね、多分。平氏政権から、鎌倉幕府の確立に至る変動期にあり、剣謀術数を操り、朝廷の権威保持に尽力した。わけわからん。それで崇徳院として白峰怨霊というところへ祀られてるんだけど、歴史は微塵もわからん。日曜日の顔がスーッと白くなったように見えた。その直後から京都に様々な怪異が起こるの。人々は崇徳院の怨霊のなせる技だと噂しあったわ。なんだか背筋が寒くなった。なんだ階段下って明治維新の頃、長い。江戸時代から明治時代への変わり目、それまで鎖国をしていた日本がペリーの黒船来航をきっかけに蜂の巣をつついたような騒ぎになった。大政奉還、ええじゃないか騒ぎなどがあり、近代日本の激動期にあたる。坂本龍馬や西郷隆盛、勝海舟などの傑物が活躍した。話は急に700年も飛ぶ。明治天皇のお父さん、明治天皇第122代天皇、名は睦仁。幼な幸宮、なんか一時停止して読んでください。読めません。孔明天皇、どうぞ読んでください。僕にはわかんないや。とりあえず徳川家重の、もう読めない。官軍と、もうわけわからん、わけわからん。なんで急にこんな難しい話になってんの。初めて読むこと放棄しそうやわ。官軍と幕府軍の戦争の時、崇徳院の怨霊がその強い霊力を持って徳川に加担することを恐れ、白峰怨霊を四国から京都へ移し、白峰神宮として祀ることにするの。それで崇徳院の怨霊はなだめられたというわ。これが京都下京区にある白峰神宮の由来。まるでうんちく少年だ。いや、うんちく少年もうちょっとわかりやすく教えてくれるよ。あまり大きな社じゃないけど、神宮というから立派なものよ。神社と神宮ってどう違うんだ。神宮というのは天皇にしか許されてないの。明治神宮、伊勢神宮、位の高いことがわかるでしょ。明治神宮、代々木にある旧官兵大社、祭り神は明治天皇、昭憲皇太子。神苑は内苑とさ外苑に分かれ、内苑は約77万6000平方メートル、外苑には競技場、絵画館、球場などがある。本殿拝殿は第二次大戦の戦災後に再建された。伊勢神宮、伊勢市にある皇太神宮内宮と宝珠大神館外宮のこと。神宮か、大神宮。お伊勢さんと親しまれ、旅行が禁止されていた江戸時代でもお伊勢参りだけは例外で庶民のレジャーの一つであった。関西の小学校では修学旅行で行くことが多い。行ったことないね。だけどそれがどうなんだ。白峰という名前には格式があるということ。由緒正しく、しかも最高最大の怨霊。私がそれをもらうにはふさわしすぎるほどの名前だわ。だから白峰組と手を握るのか。違うわ、おさめ合体するのよ。日曜日は怪しく輝いていた。頬は蒸気し、肌はしっかりと、しっとりと息づいている。思い上がりだ。マサシは静かに言った。君の妄想は何一つ実現しない。私と手を組みなさい。マサシ、あなたは見どころがあるわ。白い手がゆっくりと伸び、マサシを抱いた。嫌だ。マサシはその手をのけた。俺はもう君を見抜いた。見抜いた以上ついてはいけない。それっぽっち。日曜日は冷笑した。浅いのね。深いさ。人間がちっぽけ。大きいさ。最良よ。広いさ。グレッツ、違う、かけがえのない俺だ。何でも学ぶ、どんなものでも吸収する、前へ進む、無限大の可能性、永遠の希望。なぜなら俺は宇宙だからだ。ちょっと何言ってるか分かんないっすね。何なんだこれは。人のセリフを取ったのね。あなた言ったろ、何でも吸収する。世の中で一番数多くのものが入る。全ての人間は頭脳を持っているんだ。散々バカ見せびらかしといて、ここに来てそんな選ぶられても。
日曜日はゆっくりと反撃に出る。なんか裏切られた気持ちになるからやめて。寂しい。私は日本中に与えるわ。何を？七曜会で脅迫を、白峰組で暴力を、キャベツ教で盲信を。よせよ、そんなもの誰も欲しくない。欲しくないものを与えるのが権力だわ。そんなもの誰も認めないさ。認めてもらう必要はないわ。真の権力というものはオートメーションシステムなのよ。しかも完全ロボット製。ロボットがロボットを自動生産していくのよ。できるわけがない。できるわ。人間は生まれつき猛獣性があって、強いものにひれ伏すのが好きだわ。日曜日はきっとまさしを見た。意外に簡単なことなのよ。全体主義国、全体主義、個人は全体、括弧国家、民族、階級などの構成部分として初めて存在意義があるとし、全体のもとに一元管理し、国家が個人の私生活にまで干渉したり、国家の目標に向けて統制を加えたりする体制、ナチズム、ファシズムに代表される体制。現にまさしだって私の命令に従う喜びを感じたじゃない。世の中の仕組みまで変える必要ないのよ。心を支配する、脅迫と暴力で民衆を動かす、ストックインを使って世の根底を、揺るがしてやるわ。日曜日はするりと近づいた。もう一度考え直しなさい。私についてくれば何でも思いのままよ。やだ、君とは世界が違う。だったらどうして戻ってきたの？日曜日が初めて感情を見せた。その表情はハンナのよハンニャのようだ。そんなことないぞ。普通に美人だよ。ハンニャ、仏教用語でのハンニャはパーリ語のパーニャから来ており、知恵を意味する。しかし一般的には能面のうち女性の嫉妬を表現した鬼女の面のことを指す。俺は約束を果たしてもらいに来ただけだ。痛そう、割と。マサシは力まずに胸を張った。約束？私がどんな約束を？水曜日に会わせてくれ。呆れたわね。日曜日はまじまじとマサシを見た。あなた随分おめでたい人ね。ありがとう。時々人にそう言われる。私がそんなこと教えると思う？ああ、やっぱり、ダメですか。帰って、五体満足なうちに返してあげるだけでもありがたく思いなさい。日曜日の目にさっきのようなものが浮いた。マサシの目の前にナイフが突き出された。行き詰まる長い時間が過ぎる。窓辺へカラスが来て鳴いた。その声で緊張の呪縛が解けた。あのカラスかな。帰るよ。日曜日、さよなら。マサシはわざと陽気な声で言った。おお、でもこれなんか勝った感あるな。街は儚げで、街人たちは、寂しげに見えた。マサシはぼんやりと街を眺めた。水曜日、もう二度と会えないのだろうか。ポケットの中へ入れた手が何かに触れた。ん？取り出してみるとレッドカードだ。レッドカード？それは水曜日との約束切符だった。一段落したら刑の執行。水曜日は確かそう言っていた。レッドカード、めくるめくお仕置き。しかしそれも今となってはただの切ない思い出だ。またあの笛が聞こえる。これはかなりの重傷だ。何ぼんやりしてるの？笛で呼んだら返事する。水曜日？幻覚ではない、本物だ。今度こそ本物の水曜日だった。水曜日、会いたかった。もう遠い、敬語。あ、はい、とっても会いたかったです。カード、は？カード早く出せと催促している。あ、はい。マサシは慌ててレッドカードを渡した。 OK よ、チンチコーレ。水曜日はマサシを見つめてにっこり笑ってくれた。チンチコーレ水曜日。いいわ、手続きは完了よ。え？水曜日は合図の笛を鳴らした。なんだなんだ、わわ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 わ、何なんだ。謎のグループは去った。人々は遠巻きに退いた。レッドカードは執行された。どういう状況これ。え、花火が上がるの？何なんだ、ただのド S やないか。
え、なんなんだ、これで終わりとかないぞ。おー、終わった、終わった。え、結局なんかレッドカードのあれはみたいな感じになって、え、そんなの私と付き合いなさいよみたいな感じで、え、いいのみたいな終わり方しろよ、せめて。なんかただ日曜日の話が長かっただけやぞ今回。ちょっと篠田正史、最後なんかちょっと大きなどんでん返しくれよ。なんなんだよ、残すとこもあと傭兵だけだよ。ケーマもちょっとあると思うけど、じゃあ次回は傭兵だ。またよろしくお願いします。納得いかないけどな、今んとこほとんどのキャラ納得いかないけどな。大丈夫か、ちゃんと面白く締めてくれよ傭兵。ってな感じで今回はここまで、また次回よろしくお願いします。それではまたね。